そうだな。してもな。回リアクターだな。よし。雪うさぎ、雪うさぎ、あなたのお目目はなぜ赤い。見てないだから。すぐ直されるんだろうな。封じするか。はいはい。おお。あ、ごめんなさいね。エレクトリカルでKさんが転がってました。のちょっとだけ結構俺は忘れてるだけかもしれないですけど、監視カメラって1回ぐらいかついてたことありましたっけ？ないな。なんかセキュリティから、はい、あれアドミン直前見てたから、K さん死んでるのか。スナパイさんが多分わかるから、アドミン僕いたのが。何何、僕アドミンってさ、あのアドミン情報見てて、はい、でリアクター周辺で、うん、あの一人いて、なんか点滅したっぽいから向かったんだけど、違いましたね。普通に点滅しただけだった。一人いなくなってただけだったから。うん、その辺見回ってたのが、多分スナパイさんが証言してくると。僕は右に行ってますね。皆さんの最終位置が聞きたいです。水中だったからね。アドミンとスナパイさんがタスクしてなかったです。ちょっと、いやいや、あのね、メイヤーさんが急に棒立ちしだしたんで、見守ってました。ナビゲーションですね、僕ら。ストレージの上で、ゲンさんと一緒。そうですね。ゲンさんと一緒で、ちなみに、停電とコミュニケーションサブ両方直しています。あで、エレクトリカル、ストレージ、コミュニケーションの間をずっとうろうろしてました。K さんは、直前、ゲンさんと会う直前まで、左下の、ガソリンを入れていた、あ、左下のストレージで左下にいたと思いますね。メッケン、喋りますね。僕、ゲンさんと一緒に停電を、まあ、直したのゲンさんですけど、いて、で、その後僕はロアエンジンの方からリアクターで、トータさん、あ、死んでんのか、証言者いないのか。で、リアクターとかの助け合って、で、O2 かなんか鳴ったのかな。で、もう一回下の方に戻って、エレクトリカル覗いたら、K さん転がったので、多分右側に行った人かなとは。僕の視点。あ、じゃあリアクターいたの、梅健さんだったの。なんか結局すれ違わなかったから探してたんだけど、クロムさんかなと思ったんだけど、クロムさんではなかったんだ、リアクターいたの。僕視点、メヤさんめちゃくちゃ、メヤさんめちゃくちゃ白いですね。俺もだよ、マシャカレ。ね。時点でスナパイさんが白いです。そうか？
ありがとうございます。どうぞ。あ、ちょっと僕喋れてなかったんで押したんですけど、大丈夫ですか？大丈夫ですね。はい、最初右側行って停電行こうかなと思ったんですけど、すぐ直ったんでもうそのまま右で作業して、その後カフェテリアドミンコミュニケーションっていう順に行って、最後アドミンで終わってるんですけど、最後はそのアドミンで扉が閉まってて身動きできない状況やって、でストレージ側にゲンさんがいるのを確認して終わっています。なので、まあ、ゲンさんとそこに、まあ、僕は見なかったんですけどそこにいたっていう黒川クロムさんはどっからそのストレージに入ったのかなっていうのが気になってます。左からストレージに入ってます。左から側からってことですか？証明できる。そうそう、それスナパイさんが証明していただけると思うんですけど、ゲンがコミュニケーションのサボタージュを直してストレージ側に抜ける姿は多分視認されてるかと、はい、あ、っていうかそこにケイさんいましたよ。あ、ケイさんもおられましたっけ？はい、でケイさんがいて、ゲンさんがコミュニケーションを直している、僕が2番目に到着している、ケイさんが左から到着している、さらにそこに絹川さんも到着されてます。で、絹川さんからもゲンさんからもケイさんの目撃情報が出てないので、僕はこの2人怪しんでます。あ、でもゲンさんは絶対に計算殺しではないですね。絶対に計算殺しは、トータスさんは知らないんですけど、計算殺しでは絶対にないです。ゲンその後計算いたのか、てかストレージの左下に計算が生きてる状態で見た後にゲンさんと合流してるので、ゲンさんはやってないです。計算殺しに関しては絶対やってないです。どんぐらい？でもいいですか、コミュニケーションの、中まで入って、タスクやられてました。計算見てなかったっていう情報なんで、ゲンさんめちゃくちゃ怪しいです。僕アドミンいる時あたりにコミュニケーションがなったんですけど、その時に一緒に向かってけど途中で直って僕アドミンに戻ったっていう感じなんですよ。で最後閉じ込められて終わっていて、そうではなくて、Kさんって目撃してないっていう情報でいいですか、キムガーさん？あ、僕は見てます。アドミンからコミュニケーションにかけてほぼ一緒に行ってたと思います。まあ、ちなみにゲンがそこで見てないってつくメリットも特にないと思うんですけど、シンプルに僕も見逃しただけだったんですけど、客観で見逃しとかもあるし、はい、まあ疑ってるという話で。ああ、OK、やたら治るの遅かったからめっちゃ怖かったんだけど。あ、すいません、あ、多分僕一人しかいなくてすごい治すのに時間かかってました。あ、みんな非協力的じゃん。端的に端的にあのゲームはシンプルに考えたくて、梅健さんが普通に2人とも殺してる説を結構したいです。え、要はトータスさんの発見情報が梅健さんからしかなく、かつ梅健さんご自身が K さんでエレクトリカルで死んでいるっていう話を、まあ、レポートされてるんでお話しされてるんですけど、はい、なんかこの普通に全部の話信じたら K さん、梅健さんがセルフしてるパターンじゃないんですかね。してないですね。僕がリアクター、まあでもね、すれ違ったのがトータスさんだから証言者がいないってのは痛いんですけど、ですよね、先端さんがリアクターで僕の1話見てくれてるんですよね。うん、確かすれ違わなかったけど、はい。で、ゲンさんとエレクトリカルで一緒でしたよね、僕そこは、ね。開幕は一緒でした。はい、そうですね、開幕は一緒でした。で、僕が左行ったのは見えてないですか、その後上の助けあって。まあでも、リアクター行ったっていう人がいなかったから。だから、ストレージの方とかで。あ、そうだけどね。いや、まあ、端的に浮き位置なのは梅健さんな気がするんですよね。まあ、セルフじゃなかったとしても。あれは何でしたっけ、コミュニケーションで見た方、絹川さんでしたっけ、あれ。なんか、スナパイさんの計算も経験してないの。スナパイさんと僕が、絹川が、アドミンコミュニケーションあたりで確認したっていう感じです。え、スナパイさんはコミュニケーションの後、どちらに行かれたんですか？ナビゲーションの入り口行って、そこでメイヤさんとマシャカリさんとなるまでずっと一緒です。はい、それはそうじゃないです。なるほど。クロムさんの話聞きたくて、クロムさんって左から来たって言ってたけど、はい、どこに行ってたんですか？え、どこに行ってた？あの、ね、僕はそれ証言できますよ。左行ったことは。
左から来たんだよね。左、間違いないです、はい。左からストレージ方向に多分行ってるっていうのは、まあ、左にいたのは間違いないんで。それってレポートなら何秒前ぐらいですか？いや、そもそも K さん、あ、押しますわ。ごめんなさい。押します。ごめんなさい。時間ないんで。何を疑ってるかにもよりますけど、左にいたこと自体を疑ってるのかな。梅健さんとすれ違ったりしてないっていうのは、あ、してないです。梅健さんとはすれ違ってないです。これ絞れるかな。すげーさん殺せば。まだ非協力的ならさ、誰かもないこれ。ケーションで。はいや。皆さんうま。今度はめちゃくちゃ。任せろ。これに任せろ。黒川クロムが生きてる K さんを見たのがほんのレポートをされるほんの数秒前なんですよ。ほんの数秒前なんで。あ、そうなんだ。まあ、ほんの数秒前なんですよ。でほんの数秒前で、だからゲンさんが言ってるメケンさんのセルフの可能性はあるっていうのはすごくしっくりきてます。でそのゲンさんは絶対に K さんを殺せない位置でいるので、スナパイさんがゲンさんを突っかかったことに違和感を感じています、はい、なのでそのセンターさんがセキュリティから左に来た時に確認したっていう時にスナパイさんに同意を求めたことから二郎で若干思ってます。センターさん、あ、僕が K さん殺したってこと、その可能性もあると思ってます。僕スナパイさんどっちかって突っかかってる側の人間だと思うけど、まあいいや。もう一つの死体はセキュリティにあるっていうことで合ってるんですか？ほぼほぼ、はい、いや僕見てないですよ。セキュリティでトータスさんはまあ分かんない、中まで入ってないから分かんないですけど、現でそもそもトータスさんの目撃情報が一個も出てないんですよね。そう、うん、ってことはどこで少数派である左側にいた梅健さんとかになるんじゃないんですか？そうかな。可能性は結構ある、あるある。コミュニケーション終わった後、源さんと絹川さんってどう動いてどこにいる？コミュニケーションしか言ってません。アドミンからコミュニケーションにかけて、あの、ん？アドミン、直った後はアドミンに戻って、そこで閉じ込められて終わっていて、ゲンさんはアドミン側にいる僕を、ああ、そうですね。配線やってて、途中でドアが閉まったんで、あれじにいる、はいはい。なので、数秒前にその死んでる K さんは、殺せない位置にいるっていうのが、それだったら分かる。K さんしか逆にいなくない？ああ、そうです。上ら辺にいる人は誰もいないんですか？先端かな。僕が左側かな。え、クロム君がストレージに K さんを見て、ストレージに左から行っていった。入っていった。左から入ったら K さんがいました。その後にゲンさんところ。クロムさんが左にいたかどうかめっちゃ確認してたのもメケンさんだっけ。あ、それだ。ゲンさんじゃない。俺。ってなったらメケンさんが犯人っていう話がしてたからめちゃくちゃ怪しい。今日入るんだ。入れましたよ。僕視点は犯人右しかないですよ、だって。つづれしてくれ。つづれしてくれ。コミュニケーションいけるかな、これ。さんとゲンさん。つづれ頼む。結構ボタン使ってる印象あるんで、方向決めますか、方向性を釣るかどうするかっていうの。いや結構僕に2票入ってたんで話すべきかなと思って。ありがとうございます。僕の日常をもう一回言っておくと、エレクトリカルでゲンさんと言いました、停電直しました、上の助けやりました、でロアエンジンの下のところをクロム君が行ったのかな、確か。はい、助けやつだよね。でその上ですぐトータスさんとすれ違う。あれ、クロム君ってトータスさんその時下降りたの見てなかったの？いや、トータスさんも梅健さんも 見てないですね。あー、たまたまなのか分かんないけど、クロム君がロアエンジンの下のタスクやって、僕が上行った時に、トータスさんが下降りていったので、まあ、端っこなんで見えなかったかもしれないですけど、まあそこのタスク終わってたらトータスさんとすれ違ってるなってのが1点で、リアクターも梅健さん質問1個、はい、
トータスさんが下に降りてったっていうのは十字路から下にロアの方に降りてったって話だね。そうですそうです。で、それがいつの話なのかな。停電後ですね。コミュニケーションの前ですね。結構じゃあ前だよね。はい。でそれの後にストレージとかでトータスさんの目撃情報が出てないってことは梅健さん視点ってほぼほぼクロムさんになるんじゃないですか。そうですよ、うん、だから、ね、K さんの死体がエレクトリカルの入り口手前だったのでもしかしたらトータスさんが、その後クロムくんがエレクトリカルに戻って上の方で死んでた可能性はありますけど K さんしか僕は見てなかった。そういうことか。申し訳ないけど時点でってことね。それは申し訳ないけど K さんしか見えてなかったけど奥にトータスさんがいたかもしれないです。じゃあ右にいた人ってめっちゃ白くないですか。下にいた人は分かるけど、うん、いや僕が左にいたから左でそれ以外誰もすれ違ってないから殺せるのがクロムくんぐらいしかいないかなっていう。てか僕からしたら右、うん、そう左側に人がいないから右側って容疑者全員なんですよね。簡単に言うと最終目撃がそれだからってことか。そうです。じゃあクロムくんとメケンさんペアでもいいんじゃないですか。二郎の可能性結構あるかなと思って。あーでも そこで殴り合う。なんかちょっと言うまで殴り合ってないよ。二郎にしたらなんか不自然な殴り合いしてたけど、うん、めっちゃ入ってる。いやクロムさん次第じゃない。クロムさん、クロムくんどうする。じゃあ一緒にいます。よし俺がついて頼んだぞ。僕と梅健さんのローラーを僕方提案してね。村だったらはい、はい、エレクトリカルの中腹、奥に入ろうっていう道ぐらいかな。停電があった時に一緒に直したんって名屋さんでしたっけ。一緒にっていうか俺が直してもう出る時に絹川さんが入ってきませんでした。あまあまあ僕が入った時はまだ直ってなかったんですけど。あ本当ですか、まあ、けど最初に直してくれてたのも名屋さんでしたよね。そうですね、結構早めに直したと思う。その時っていなかったですよね。いなかったですよ、マシャカリさん。なんで、まあその後ギリギリってことですね。キヌガワさん視点の動きを聞きたいかな。僕はキヌガワさんがエレクトリカルが確実に出てきてるのを見ていないから。ああなるほどなるほど。僕は出てその時に梅健さんとクロムさんのセットがエレクトリカルに入ろうとしていて、そこで扉が閉まってましたよね。合ってます。最後ら辺ですか。あ、最後らへんです。そうですね、閉まってました。なんで僕は梅健さん、クロムさんが出て行ったところを見てくれてると思うんですよ。え、
あ、そういうことか。クロムさんのがその2人より先に出たってこと？あ、そうです。で、その後には入ってった？梅健クロムさんがあの扉の前で待ってたんで、僕は入ってったんじゃないかなと思っていて。あ、ちゃんと言いますね。はい、メイヤさんとキヌガンさんが出ていくのを見てます。メイヤさんとキヌガンさんが出ていくのを見ています。その後、なんか、まあ、とスナッパイさんが上に入っていくのを見てます。じゃあ、そうです。スナパイさん、ちょっと待って、今の話おかしくない？キヌガンさんとメイヤさんが出たときは扉開いてたわけでしょ？開いてて。だから、なんかわかんないですよ。梅健さんの動きがどうしたいかわかんなすぎて、どこに行けばいいかわかんなくて、なんかすげえ振り回されるから。え、違うくらい。俺、ついていこうとしてるんだけど。それはいいとして。事実の確認をしたくて。そうそうそう。あの、メイヤさんとキヌガンさんがエレクトリから出てったのを見たんでしょ？見ました。開いてたのに入らなくて、ずっと外にいたわけ？そうっす。だから、ボタンを押してほしいんですけど、俺押せないんで、聞きたいんだったらですよ。僕も押してます。現メドベイ通路にいました。カメラ映ってました。見た。マシャクレさん、マシャクレさんは俺のスナッ通り過ぎたじゃないですか。なんかわけのわからん話もありがとう。これやばいよね、タスク的に。あ、閉めちゃダメー。はちゃん。あ、ありがとうございます。え、メイヤさんに一個確認したいんですけど。ごめん、メイヤ、最初に言わせてください。メイヤバグって投票できなくなっちゃったんで、お願いします。あ、了解です。はい、他バグない人はメイヤさん。いないか、大丈夫か。はい、あ、いいですか。メイヤさんと僕が出てくときってもちろんですけど、マシャカレさんっていなかったですよね。いなかった。で、いなかったですよね。ごめん、僕は鬼怒川さんが出ていくのを見ていないから。あ、けど鬼怒川さんがそう俺の後に出たって言うんだったら、クロムさん、梅健さんがそこに入ってってるんじゃない？もしくは、マシャカリさんが入っていくのを見てないとおかしいよね。そうですね、僕もそう思います。はい、梅健さん、クロムさん、マシャカリさん、生きてるマシャカリさんを目撃しましたか？見てないっす。見てないですね。見てないマシャカリさんは、中にあるってことは、いや、マシャカリさん、リアクターで1回見たぐらいですよ。リアクターで今見ました。うん、すみません、結論が。はい。が先にスタンパイさんどうぞ。はい、結論出たと思います。梅健クロムの二郎です、これ。はい、それだ。僕もそう思いました。うん、違うな、違うんだよ。現ちょっと違う視点です。はい、スナパイさんがマシャカリ、どなたもマシャカリさん見てないわけじゃないですか、ギリギリまで。ってことは、マシャカリさんがギリギリでエレクトリカルに入って、スナパイさんがギリギリで殺されたっていう可能性はないですか？なんでですか？リアクターにメイヤ、マシャカリ、スナパイでいて、でそこに梅健さんも入ってきてます。で、エレクトリカルが壊れたのに対して、多分マシャカリさんとメイヤさん先行ってますよね。え、じゃあ逆に言うんすけど、黒川クロム梅健さんの二郎だった時にスナパイさんをキルしないメリットってなんですか？だってわざわざ申し訳違ったんですよ。マシャカリさんしか死体が出てないんですよ。なるほど。なんで二郎が、ね、どこですれ違ったの？場所はどこですれ違ったの？エレクトリカルの入り口っす。うん、エレクトリカルの入り口で扉閉まってるところに2人いたのね、クローム梅剣が。で、僕はそれが2人とも空いたのに入っていかないから俺が入ってって死体見つけたってか。だったらなおさらスナパイさんをそこでキルして逃げるじゃないですか、二郎。マシャカリさんの生きてる姿をメイヤさんも鬼怒川さんも目撃していないっていうのがおかしくない？それだったら。梅剣さん、クロムさんも見てないのにどうやってマシャカリさん中入るのさ。ペント。そう、いや、それは正しい、マジで。マシャカリさんがどうやって中入るのさ。でも見てないですよ、本当に。いや、俺も見てないですよ、ちなみに。本当に見てないですよ。何の話をしてるのか、なんかよくわかんないんだけど。本当に見てないですよ、俺。ドア押さない、ドア押したらこう、詰む。ま、ガチ詰み。あー、終わったー。これ、負けたー。もうキルペース間に合わなくね、ここでキルしとかんと。はい、押させていただきました。で、なんかまとめてほしいんだけど、なんか、何がどうなってるかは。じゃあ時系列をまとめていいですか。まず僕がエレクトリカルで直しました。鬼怒川さんが入りました。名屋出ます。鬼怒川さんが出ます。そのタイミングにはマシャカリさんはいなかったと。で、その俺と鬼怒川さんが出てるところをクロム君と梅健さんは見てるけど、
マシャカリさんはいつ入ったのっていうスナパイさんの視点はめちゃくちゃ正しい。いや、わかりますよ。正しいけど、見てないんですよ、本当に。見てないです、本当に。本当に見てないんですよ、入るとこ。マシャカリさん、弁当で入ってきた説僕はそれを知ってました。待って待って、達成するんだったらこの話止めたいんだけど、あの可能性の一つとしてあるのは、メイヤさんと絹川さん、あ、まあ、絹川さんわかんないけど、メイヤさんとマシャカリさんは一緒にリアクターやり始めてて、リアクターのタスクやってて、で多分俺をミスっちゃったからそこにいたんだけど、2人とも多分出てってるのね。そこにいたのは間違いないから、リアクターに。で停電が起きてるわけだから、マシャカリさんとメイヤさんってほぼ同時に向かってるはずなのね。でメイヤさんがもし直したってんなら、マシャカリさんがそのまま直してるメイヤさんに重ならないように奥に行ってたっていう説はある。うん、その時に入ったんなら、確かに梅剣クロムの両名が目撃できないのはうなずけるわけ。ああ、なるほど、ね。現です。加えて、先端さんってカメラ見てた位置ってことはセキュリティですよね。うん、だから、ベントレ殺す、さっきの会話の合間を縫ってベントレ殺すも全然見える。なんかまあ、でもそれをゲンさんが言うと、ベッドメイン。あと、で、結果何が言いたいかというと、もうボタン押せる人がいないので、ローラー作戦が不可能なんですよ。いや、そうですね。はい。タスク行きましょう。もうこれしかない。はい。はい、あ、現地のミタスも終わってるんで、メイヤも終わってます、はい、終わってないです全然、あと少しです。頑張ろう、頑張るしかないよ、頑張りましょう。もう頑張るしかないぞ。頑張れ頑張ろう。今までの話し合いがあんまりそうなんか、もう誰も押しすぎたからこうなっちゃう。そっか、しゃあねえな。うん、こういう時のためだ、僕たちが持てる輝きね。でも確かに黒目剣二郎だったらスナパイさんキルするか。まあ、なんとでも言えそうだけどな、そこは。じゃあ、ここで、切りしますか。応答しないの、一緒に。終盤になんかダウンロードしてた人がいた気がするんだけど、誰だろうな。これうまいなぁ。ナイス。いやー、ありがとうございます。危なかった。エレクトリカル、はい、打っていったんですか、マシャカリさん、弁当使ったでしょ。いや、使ってないよ。本当に。打ってないんだ、俺。マシャカリは赤い人に殺されました。マシャカリさん、奥にいたんですか、マシャカリさんって。いや、奥じゃない。本当真ん中。まあ、そこそこ奥の方で死んでたと思う。嘘、入る瞬間は僕だけしか見ない。もう並走して入りました、マシャカリさんと。で、入っ て, ってなかった、おっしゃる通り弁当行って速攻カメラ見てアリバイ作ってって感じです、うん、超いや、うまいな、マジで。めっちゃうまかった。梅剣さん、説得べきだったか。梅剣さん、めっちゃ粘ってた、議論で。帰らないんだから、あんな変な引っ張り方したんですか。いや、よくクロムさんのペアまで持っていったなと思って。計算、トータスさんの死体がエレクトリカルの奥に転がってて、あ、先端さんやってると思って、でずっと死体を棒立ちで見てて、で、K さんがその後10秒後ぐらいに入ってきたんでキルして、でトータスさんが行方不明事件ですね。
僕殺しやすいんですよね。いや、うまいな。きつかった白がめちゃくちゃいて、本当クロムさんにぐらいしかなすりつけれなかったから。相当頑張ってましたね、メケンさん。ボタンもめっちゃ消費させてたし。人狼の力が。やっぱ振るのって大事なんだな。すごい。大事です。いや、うまいわ。参った。まあでも、わけわかんなかった、マジで。マジでわけわかんなかったっすよ。うまかった、うまかった。僕はだいぶトータスさんと親睦深めれたんで、満足です。確かに、バンバン押してましたもんね。仲良くなりました。仲良くなりました、おかげで。もしかして、さっきタスク終わってないのって僕だけでした？いや、終わってないですよ、全然。はい。よかった、やらかしたらよかった。なるほど。めちゃめちゃ怪しいかったっすけど、トイレ行ってきます。よくわかんなかったっす。いや、やりやすいサボタージュなんか任せきりで申し訳ないですけど、いやマシャカリさんいつ入ったかマジわからんかったな。いや本当に、いつ入ったのマシャカリさん。本当にいつ入った。いや俺もわかんないんだよ、いつ入ったか。いやもう弁当しかないんだよね。急にあの、うん、もしかしたら弁当一緒に入ってたかもしれない。あ、そうですね。じゃあ殺さないでくださいよ。ごめん、ちょっと見返してみようかな。いや、ここはね、クロム君ちょっと口揃えて言っちゃったもん。いつ入ったんだろうって。見てないですもん。先輩違うからね。メイヤさんと木野川さんが見てないって言って、下から出てるの確実に見てるのに。そう。木野川さんが海に入った瞬間に、マシャカリさんが死んでましたって言って。木野川さん、メイヤさん。やったんやと思って。木野川さん、メイヤさん、二人インポスターあるなーとか思ったけど、俺インポスターだから、いや、ないかなーとか。いや、わかんなかった。いや、うまかったなぁ。いや、うまかったですね。面白かった。マイクをね、ライン切りしたり。くっつけたりしてましたね、二人で。センターが1良かったのにの。そう、センターさんが、ね、リアクターで1いたんですって、ちょいちょいなんかかばってくれてたんで。かばったり、じゃあ、ムケンさんじゃんって言ったり。で、そこからムケンさんがクロムさんって言ってみたいな感じで、マイコと連携できた。いやでもあれだな、ゲンさんの梅健さん補足したのも強かったんだけどな、釣れなかった、ね。申し訳ない。いや、申し訳ない。提案したの俺だわ。ごめんなさい。でも、絶対安全権って言ってなかったですからね、クロムさんの発言がないと。なんでまあ、皆さん目線でね、黒候補が言ってるその適当なフレーズだろうって思われてもしょうがない。まだあるんで。いやでもね、あれだけで白かった。まさにちょっと大玉に時間かかっちゃったな俺。キルした直後にクロムさんに、あ、どっから来たみたいに言われて、やばい、こいつは殺しておかないとやばいと思って。クロムさんはピカピカのもう真っ白だった気がしますね。もう私目線で白かったね、かなり。ケンさんが頑張って黒くしたって感じ。マジか、俺梅ケンさんとクロム君だと思っちゃってたよ。マジか、面白い。分かんなかった、パズルみたいな感じで。そうだね、僕もなんか適当にスナパイさん切ったり、スナパイさんにすり寄ったりして適当にしてたから。そこら辺疑うのも結構全然あると思う、クロムさんしてるんだったら。トータスさんの死亡位置によっては先端がトータスさんキルしてるもあるなってずっと思ってたから。そうだね。それにたどり着かせなかったのが無限さんだったのに、ずっとたどり着かせないようにしてた。でも、トータスさんって絶対にエレクトリカルで死んでるんですよね。そうですね。リアクターから降りてるのを見て、右で誰も見てないなら、で、K さんも多分そっちで死んでるから、だから梅健さんが右側に容疑者っていうのが何だろうって思ってて。なんか、トータスさんの死体位置はエレクトリカルしかないのに、僕、トータスさん見てないふうに言ってたんで、これどうやってなんか攻撃つけたらいいんだろうみたいな。ものすごい勢いで殺されたよ。Kさんの死体位置最初に奥で見ましたって言ってなかったのが幸いでしたね。二人死んでたのか。うん、ああもう一人殺されるわと思って見てた。Kさんが奥って言ったら、あそうですね。手前だから分かんない。難しいな。怖いな。推理鋭い人がいっぱいだ。いつもの5試合分解使えたんですけど。よう分からんかったわ。分からなかった、うまかったですよ。僕がマシャカリさん殺したのに、この人って何の話してんだろうと思って、ずっと入ったタイミングの話してて、僕が見たのになぁって思いながら。いや、めっちゃうまかった。トリカルにいた4人か4人ともマシャカリさん見てないって言うんだもん。いや、木村さんと僕見てないっすよね。素人同士の殴り合いだったもん、まさに。本当に弁当移動したのかもしれない。うん。たぶんなんですけど、停電に一番早く到着してるんじゃないですか、マシャカリさんって。僕、もともとエレクトリカルやってたから、あ、もともといた、直そうとしたら殺されました。
奥にいて戻ろうとしたところで死んでるから、うん、お母さんが中腹で死にましたって発表が来るんですよね。結構早く俺直したつもりだったんだけどな。いや、奥まで見切れてなかったんですね、多分、うん、見てなかったっすよね。治ったの見て出ちゃった。全然疑ってなかったから。ヘアコードがヒドゥのままで見えないんです。あ、それすいません。誰かかけかー、うまかったな。これもうなんかタイトル決まりました。ベント使うクルーメイト。あ、なんか聞いたことあるなそれ。クルーメイト。これだ。ありがとうございます。ベント使うクルーメイト。あ、聞いたことあるやつだな。なんか誰の動画で見たんだっけな。誰だ、せなんだっけ、せな2章だっけ、忘れちゃったな。誰だ、忘れちゃった。せなんとか章だったら覚えてるんですけど。